モーニング娘。ワンセブンの福村瑞希です。14期メンバーになりました、森戸つさきです。よろしくお願いします。それではこれから DVD マガジンの撮影に行きたいと思います。声震えたあーってなった。これは欲しいですね。皆さん、はい、これからびっくりした。一泊二日のサマーキャンプに行きたいと思います。びっくりした。ちーちゃんにとっては初の DVD マガジン撮影ということで、やっぱりもっとね仲良くなって、こう秋ツアー成功させたいっていう思いもあるので、みんなで楽しんでいきましょう。夏だけど夜はとっても涼しいです。わ、嬉しい。朝食はみんなで作りましょう。頑張れ、頑張るよ。好きじゃなきゃダメ。頑張るよ。頑張りすぎないでね。ミクロさん、無理しないで。迷子にならないように一人行動は避けよう。はい。熱中症やスピードには気をつけよう。はい。野中さんはしっかり下を見て歩こう。はい。飯窪さん、工藤さん、ちいちゃんの近くでモンスターをお迎えください。え、だってモンスターじゃないもんね、現実になるんだもん。ねえ、じゃないです。はいとは言えないですよ。やばいとは言えないな。ちいちゃん、桃地先輩から教わったことを私たちにも教えてください。やばいよ、違うよ。みずきが教わりたいだけやろ。教われた、教われた。みんな教われたよね。え、ちいちゃん、なんか次永さんの細かいことは教えなくていいからね、絶対に。プライベート的なのは大丈夫。大事なことがヒントが書いてある。そして最後、カニを見つけたらいいです。困るよ。帽子を持っていきましょう。持ってきてます。できるの。万枚かぶっていいよ今。エコ優秀でしょ。やっぱできる子は違うんだよ。マリオはそれじゃん。もうしゃくれない。すぐしゃくれるから。親にできます、できましたか。言った、言った。今日喧嘩したから困惑した。当たってましたよ。大丈夫、また言ってない。トリプル A の3人はビキニ。いいの、いいんですか。むしろいいんですかって感じという感じです。はい、落書きなんか書く。落書き何しよう。前回の2倍のページ数がありました。やったー。妄想ノートになるかな。妄想ノートにしないってことか。飯窪さんの問題発言してます。妄想ノートにすればいいんじゃない。降りてください、飯窪さん。バス早こんばんは。今私、佐藤さんのお隣にいるんですけど、何やらイラストを描かれているようなので、何を描いてるか。やだ。何を描いてるんですか、佐藤さん。これしか描いてない。楽しい音楽の楽ですね。川口湖へ出参りたいと思いますが、朝起きれるか不安です。そして私は虫が世界で一番大嫌いなので。顔ができた。ほう、ハートからの顔。じゃあ後ろを見てみましょう。マリアも嬉しい。ちーちゃん、ちょっと待って、もう一回。ハムスターみたいな感じ。バカネティン、オオタリン。エリがオオタリン。短い。どこやん。送りますか。さあ、じゃあ預かりました。イエーイ。エリの隣はマキノです。イエイ。今からプリン食べたいんだよね。プリン食べるんですか。プリン食べる。プリンとカメラどっちかにしなさい。そしてちいちゃん。マリアも嬉しい。ちいちゃんの可愛い。あのね、森戸ちゃんはね、なんかね、笑ってくれないの、エリに対して。そう。どういう感じで思ってて。先輩なんかあんまり他の人に喋ってない。生きてる喋る人を決めとるのに。的確力。横山にね、的確力。
あんまりって言ったから興味ないですって言ったらちょうどあんまり見てないです。ぶっちゃけあんまり興味ないよね。いや困らせない困らせない困らせないがいいね。いやなのさ、マリエのことは早い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 。マリエも小さいことは興味ある。全然興味ある。マリエのことはマリエのことはマリエとても嬉しい。多分ね、笑顔も向けられないけど多分本当に怖かった。あのマジでリアルに言えない。笑顔は向けてる。笑顔は向けてる。向けてる。私だってちーちゃんスマイル可愛い。ちーちゃんスマイル。え、みずきはどんな感じ？お嬢様です。やっぱり、もうそんな絶対やらない。でもね、でもね、ここね、二人ともお嬢様だから。そうね。マリアはね、うちにも、なんかうちにもっていうか、ファンというメンバーで、山木りさっていうお嬢様があって、しかもお嬢様とお嬢様だしよ。はい。ちょっと、ね、すごい感じの、今一口で、どこに置いたよって思う。うわぁ、うわぁ。なんかさ、全部みんなと一個違いそうじゃない？そんなことないです。ちょっと、シュンって顔で、ね、この塩に見てましたから。さっきからさ、マリアが喋ってるんだけどさ、喋れてないんだよね。ちょっと緊張しちゃう。何が緊張してるの？ちーちゃんが可愛くて緊張しちゃう。イエーイ。これなんかそうです。席は駆動の中です。あんまないよね。そうなんです。難しい。なんかさ、新幹線とかのさ、マネージャーさんがランダムで決めるときもあんまなくない？ないんですよ。ないよね。なんでですかね。なんだろうね。この3年間工藤さんと1回ぐらいしかなったことない。うん、わかるわかる。本当に存在しない。なんかレア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 ショットレアショット。めっちゃこれわかります。私も切れないですよ絶対。可愛いんだよな。可愛い。切るな。チェルシー。あ、チェルシーが絶対に寝坊しないから。あ、私絶対寝坊しないですよ。無理しちゃったよ。無理しちゃった。チェルシー絶対寝坊しないから。そう任せたよ。はい。私絶対寝坊しないです。そうだなって。私もうここだけの話、ここだけの話じゃないんですけど、私モーニングに入ってから寝坊したことが1回しかないんですよ。1回。あるかい。あるかい。ですけど、その時は集合時間に間に合ったっていう、はい、なので遅れたことはございません。だから皆さんちょっと寝坊の心配がある方は私に言ってください。お願いします。お願いします。寝坊する気しかないから。私じゃあ皆さんに特別に教えてあげますね。寝坊しない方法。こうなるじゃないですか、時計がジリリリリリリって、うん、それで、はい、なりましたって思ってください。で覚えないから起きれないんだって。はい、頑張って、私の体頑張ってって思って、せーの、はいって言って起きるんです。起き上がるんです。そうすると絶対起きます。明日さ、試しにさ、朝起きる前にせーのって言って。わかりました。せーのって大きな声で言いますね。みんなでせーので起きてください。絶対大きい。ちょっと心臓に悪いかもしれないんですけど、はい、それが私のやり方です。それが私のやり方です。人生論。マリアもテントみたいなところが。そう、テント初めてだもんね、お泊まりもね。初めてなんですよ。すごい自然学習を思い出す。すごい、いい。え、みんなやばいよ。ハンモックある。え、みんなコツ。みんなやばいよ。え、みんなやばいよ。え、みんなやばいよ。なになに、テントの違う。すごい、なんか逆に予想をはるかに上回る。予想をはるかに上回る。あ、すごい。あ、すごい。ありがとうございます。あ、じゃあ、何ちょっとブルゾン。うわ、何か。イエーイ。青春。違うよ。青春。何の青春でもない。何の青春でもないよ。はい、急いであげる。
ですか。ネイティブな発音しちゃった。ネイティブじゃないけど。やばい。あ、隣の奪い合いだな。隣の奪い合いだ。2階探検